んこんにちは。番組ナビゲーターの雪澤智子です。さて今回は行政と民間事業者アーティストが協力し横須賀市内での音楽活動を盛り上げ常に音楽にあふれたワクワクする街づくりを進めていく取り組み YMM 横須賀街中ミュージックをご紹介します。さて今回ご紹介いただきますのは横須賀市企画課の加谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速なんですが横須賀街中ミュージックというのはどういった事業なんでしょうか。横須賀市は音楽、スポーツ、エンターテインメントの力により市内外の方がワクワクする街づくりを目指しています。こうした取り組みの一環として横須賀での音楽活動を盛り上げ音楽にあふれたワクワクする街づくりを進めていく取り組み横須賀街中ミュージックをスタートしました。横須賀市と事業者、アーティストが協力し一体となって街を盛り上げていき音楽をいつでも楽しめる街、音楽を通じてグルメやイベントも楽しめる街、音楽を楽しく奏でることができる街を目指します。まあ、音楽で横須賀の街を盛り上げる素敵な取り組みですよね。で9月16日にキックオフライブイベントが行われたということなんですがどんなイベントだったんでしょうか。当日はここ横須賀中央駅前ワイデッキ下広場やリドレー横須賀前、三笠ビール商店街、ドブイタイベント広場、ショッパーズプラザ横須賀など各会場でさまざまなジャンルのライブを行いました。またライブだけでなく商店街による町市や食材マーケット、パン祭りなどのイベントも同時に開催され横須賀中央から潮入りまで町中に音楽があふれたくさんのお客様で賑わう一日となりました。いや盛り上がったんでしょうね。この横須賀街中ミュージックの楽しみ方を教えていただけますか。はい、横須賀ではたくさんのイベントが開催されています。でこういったイベントとタイアップしてライブを開催してさらに盛り上げていくというのがこの街中ミュージックの特徴なんです。来場いただいた方には音楽はもちろん地元のグルメや買い物なども一緒に楽しんでいただきたいと思います。今後はどんなイベントが予定されているんですか。10月21日日曜日ベルニー公園ローズフェスタ、11月3日土曜日4日日曜日ドブ板通り周辺横須賀友達ジャズ2018、11月4日日曜日三笠公園横須賀産業祭り2018でライブをお楽しみいただけます。また音楽をキーワードとしたあらゆる情報をまとめて発信し多くの方が音楽に触れる機会を作るため横須賀街中ミュージックウェブサイトをオープンしました。このサイトでは音楽のジャンルやプロアマを問わず横須賀で活動するアーティストをたくさん紹介しているほかこうした音楽活動を応援しているお店や施設の紹介最新の音楽イベント情報などを発信しています。音楽をキーワードとした横須賀のあらゆる情報を発信するサイトです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ続いては横須賀ダウンタウンクラブ代表理事の陳さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日のキックオフライブイベント盛り上がったみたいですね。で今回は町市が行われましてそこに新しい音楽という要素が加わったということなんですがこれからこの町をどんな風に盛り上げていきたいですか。そうですね、私たちのは町市というイベントを、毎月1回やることを今目標にして、活動しているんですけども、まあ、その町市が、音楽今回音楽というテーマを要素にイベントをやったことで今回芸術劇場からドブ板横須賀中央ワイデッキまで動線一本に伝えたイベントになったので、これからも開催するにあたって音楽っていう要素を少しずつ取り入れながらやっていければと思います。楽しみですね、はい、さあ音楽の街横須賀を目指す取り組み横須賀街中ミュージックこれからさまざまなイベントが行われます。皆さんもぜひお出かけください。皆さんいかがでしたか。さてこの番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。ぜひお出かけの参考にしてくださいね。それではまたお会いしましょう。